あのロボをバラさないと、この忍者カイザーも侍大王も作れなかったので、まあそういう意味ではバラしておいてよかったのかなって思います。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画は前回の動画の続きになります。前回の動画で侍のロボ、侍大王を紹介しました。今回の動画ではこの2体のロボが強化合体して一つのロボになります。前回の動画で今回の強化合体はめちゃくちゃこだわりましたと言ったんですけど、どこをこだわったのかというと、なんとこの強化合体は2通りあります。それは何かというと、忍者カイザーベースの強化合体と侍大王ベースの強化合体にできます。ちなみにこのギミックを思いついたのは設計段階で、設計段階の際にどっちをベースにしてどっちをバラバラにするかで悩んだんですけど、せっかく2体のロボがいるんで、どうせだったらそれぞれのロボをベースに強化合体した方がかっこいいんじゃないかなということで、今回こちらを採用しました。おそらく今まで登場してきた合体ロボになかったと思うな。はい、まずは忍者カイザーベースの強化合体、忍者侍カイザーに合体させます。はい、まず侍大王なんですけど、一度5体の基準にして、そこから強化合体用に合体させます。まずはキズルから変形させます。頭部を取って1回合体して、ここのパーツを取ります。これを真っ二つにすれば、はい、これで変形は完了です。では続いてはヒグマを変形させます。頭部を取り外して、前足と後ろ足を取ります。そして胴体を真っ二つにします。最後に耳を後ろに取っていって、下に畳みます。はい、これで合体準備の完了です。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、キズルは足の一部になって、ヒグマの胴体は下駄になります。では続いては、刻みを変形させます。頭部を取って、尻尾を取って、ヒレも折りたたみます。そして、真っ二つにします。頭部も、侍大王に変形するときと一緒で、鼻と口と目のパーツを取ります。そして最後にこの尻尾パーツをもう一度つけます。はい、これで合体準備の完了です。ちなみに刻めは肩のバスターキャノンになります。では続いては着雲を変形させます。頭も取ります。胴体を真っ二つにして、足を変形させます。はい、これで足の変形は完了です。そして着雲の胴体に先ほどの刻めのパーツを合体させます。はい、これで合体準備の完了です。では最後はこちらの飛竜を変形させます。このパーツと尻尾、頭部を外して胴体を分割で、次に足を取ってここに合体させます。で、一度取った頭を再びつけます。反対側も同じ要領で変形させます。そうだ、一回この爪を上に上げます。これちょっと忘れてました。で、本来でしたら尻尾を取り付けるんですけど、尻尾を取り付けちゃうと合体が難しくなるので、尻尾は後で取り付けます。このパーツを分割して、先ほどの着雲の頭部を合体させます。角を開ければ、はい、これで合体準備は完了です。ちなみに気流は腕になります。では続いては忍者カイザーを変形させます。まず腕につけてる風魔手裏剣とカッターウィングを取ります。後ろの翼、これも取ります。ウィングブレードを展開して、ここに風魔手裏剣を取り付ければ、はい、これで忍者カイザーの変形準備は完了です。はい、それでは合体させます。そうそう、この肩パーツも下げておきます。これも忘れてました。まず忍者カイザーの足のパーツを正面にします。まずキグマの後ろ足を胴体にセットします。反対側も一緒です。で、これを合体させます。反対側も一緒です。おお、これぞ立派な下駄です。そしてこのウィングのパーツを目いっぱい前に出して、このパーツをここに合体させて、もう一回畳みます。反対側も同じ要領で合体させます。背面にこちらのパーツを取り付けて、拳も取り付け、今の頭部と雲のここのパーツに頭部をセットして、忍者カイザーの羽を合体させます。はい、これが強化合体した時の頭部飾りになります。で、あとすいません、キズルのパーツなんですけど、これ逆でした。ごめんなさい。
こにのパーツを合体させます。はい、こちらが強化合体した時の腰になります。で、キリュウのここにヒグモの足をセットします。反対側も一緒です。腰にこのパーツをつけます。腕をワンクリック広げてこのパーツを合体させます。左腕も同じ要領で合体させます。そして肩に刻めのパーツを入れます。そしてこちらの胸パーツを合体させます。こちらのパーツを背中に合体で、最後にこの角パーツを展開すれば完成。これが忍者サムライカイザーです。はい、見事に強化合体しました。これ見た目なんですけど、上半身がめちゃくちゃごつくなってます。自分で作ったのもあれなんですけど、この忍者サムライカイザーめちゃめちゃかっこいいです。はい、全体はこのようになってます。これ結構回すの大変だな。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。ちなみに頭部なんですけど全然変わってません。まあ、唯一変わってるのであれば、忍者カイザーの羽の部分が斜めになってます。ツイッターの写真ではこれ閉じてたんですけど、なんか頭部の変形しない強化合体はちょっとなということで、今回忍者カイザーの羽を広げました。そしたらめちゃくちゃ強化合体した気になってます。この羽パーツは忍者カイザーの武器で、後ろに侍大王の角がチラッと見えます。はい、続いてはこちらの肩のキャノン砲。侍大王の足がこのように肩のキャノン砲になってます。はい、そしてこちらが胴体です。忍者カイザーの両腕についてる武器が忍者サムライカイザーの胸パーツになってます。さらにこの手裏剣はこのように回転します。そして腕はこのようになってます。忍者カイザーは拳がないロボということで、今回の強化合体も拳のないロボにしました。右腕にはドラゴンの頭、左腕には侍大王の竜王刀がつきます。はい、そして足はこのようになってます。スーパー戦隊とかでよくある2号ロボが下駄になる、これを採用してます。あの足パーツなんですけど、僕からしたらなんかちょっと物足りなさ感あるようなないようなただ足なんですけど、これ形的に完全にこれ下駄ですね。ちなみにこれが下駄になってるとは思いませんでした。そして腕にはクモの足がついてます。当初はクモの足を忍者サムライカイザーの腕にしたかったんですけど、先ほども言った通り忍者カイザーは拳がないロボということで、腕取り付けちゃうとプロポーションがちょっと悪くなっちゃうので、今回はこちらに合体させました。はい、そして背中はこのようになってます。合体ロボでよくありがちな不要パーツを背中に持ってくっていうのがあるんですけど、今回はできるだけ不要パーツを背中に持っていかないようにしたんですけど、まあまあなパーツが背中に行っちゃいました。ただ横から見るとプロポーション的には全然問題ないので、結構いい収まりをしてると思ってます。はい、では続いては可動範囲について説明します。可動部分はこの腕だけです。ただこれ行き過ぎちゃうと肩のキャノン砲が外れちゃうので、基本的に3クリックしか動きません。後ろは動かしちゃうと肩のキャノン砲が取れちゃいますので、基本的に前に3クリックだけです。それと先ほど説明した胸のプロペラが回転します。そしてここのパーツに竜王刀をセットします。はい、竜王刀をセットするとこんな感じです。これめちゃめちゃ長いです。ちなみに僕が合体ロボを作る時の留意点の1個は、絶対に余りパーツを出さないことです。あのこれちょっと賛否あるんですけど、僕は余りパーツのある合体ロボはあんま好きじゃないんですよね。ただ余りパーツの中で武器とかだったらまだ許せれるんですけど、例えば今回の刻めの肩キャノンとかキズルが丸ごと余るというのがめちゃくちゃ嫌いなので、今回は絶対にパーツを余すことなくこのように合体させました。ちなみにこちらの忍者サムライカイザーの必殺技は、肩のキャノンに全ての力を放出する必殺技です。はい、それでは大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。もう全然比べ物にならないですね。ミニフィグ12、3体分はあります。続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。あ、なんかレゴマリオが乗っても違和感ないサイズかも。もしこれがレゴマリオ対応だったら僕そうしちゃうかも。で、最後に僕がデルルハイで入賞した戦隊ヒーローの車ロボボードと並べるとこんな感じです。これ完全に足元にも及ばないサイズですね。忍者侍
カイザー戦わせたらあっけなくやられちゃいます。余談なんですけど、戦隊ヒーローの車なんですけど、実はあと2台ありました。この2台と戦隊ヒーローの車が合体してロボになります。実を言うと、あのロボなんですけど、あんまり人気がなかったのでバラしました。あのロボバラさなきゃよかったかなって後悔してます。あのロボをバラさないと、この忍者カイザーも侍大王も作れなかったので、まあそういう意味ではバラしておいてよかったのかなって思います。はい、ということで忍者カイザーと侍大王が強化合体して、一つ目の強化合体、忍者侍カイザーについて説明しました。今回の強化合体は忍者カイザーベースに侍大王が合体するという仕組みになっていて、全体的なプロポーションは基本的に上半身をごつめにして、下半身はちょっと控えめにしてます。下半身にパーツを入れちゃうとなんか重々しくなってしまうので、今回は上半身をごつくしました。そうすることで忍者の素早さを、まあ、出せれたのではないかなと思います。ちなみにこれ設定言うの忘れてたんですけど、この忍者侍カイザーは空を飛べなくなります。その代わりスピードはめちゃくちゃ上がって地上戦が得意になります。はい、次の動画ではもう一つの形態、侍大王中心のロボに合体します。楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。